はい、皆さんこんにちは。今日も YouTube へようこそ。今日の YouTube はですね、豪華メンバー長澤まさみ、いや、お友達みんなで京都に遊びにやってまいりました。その YouTube を撮っていきたいと思います。じゃあレッツゴー、ご覧ください。ごきげんよう。甘え何今の。京都私来るのめっちゃ久しぶり。私いつぶりだろう。ああ、ザ・銀座さんのイベントで来た以来だ。あなた京都しかも住んでた。京都住んでた伏見区に。意外じゃない。そう、ひとみちゃんから京都のさ、なんか DNA 感じたことあんまなくない。意地悪。はい、さあ、タクシーですよ、こちら。タクシーをみんな、はい、みんないるかな。ね、私の彼がこれ見て笑ってた Foreign Friendly Taxi っていうの意味がわからないんですよ。ジャパンイングリッシュ、あの外国人に対してフレンドリーですよって私たちは思うんだけど、フォーリーフレンドリーって言葉が全く間違ってるんだって。綺麗に。何それってずっと言ってた。昨日サウナ一緒に行きました。まあ、全部髪の毛取るでしょ。タオルでやります。ちなみにみたいな。ずらくんあれ今日つかめてみた。本当にごめんなさい。春菜さん使ってくださいね。多い費用だった。まさかの男性風呂で。私たちは旅館に移動します。はい、じゃあグッバイ。あれマリコが映ってない。グリちゃん、タオちゃん着きしました。じゃん、着いたよ。こちらは旅館、なんていう旅館ですか。ヒイラギ屋。ヒイラギ。読まれへんやんか。かわいい。待って、すごい素敵だと思ってる。あ、すっごく上質。ねえ、すいません、それ足の汚れ取るとこじゃありませんよ。かみさん。ねえごめん、酔っ払ってんの。グリちゃん、タオちゃん、ごきげんよう。チャラーン。あ、庭すごくない？あ、すごい、兄弟怖い。すごい可愛い。じゃあ座ってごらん、後ろに何か。やめなさい、やめなさい。後ろにね、色白のお化け映ってる。優しくね、深み。分かってるって。200年だよ。壊さないでください。いい風吹いてるよ。すごい。何なんだろう、あの私たち香港からやってきましたみたいな感じじゃないけど大丈夫かな。イメージですよ、イメージですよ、あくまでも。なんだかそこははかとない。私たちの全然ミスマッチ感がすごいんだけど、なんでこんなミスマッチな感じに見えるんだろう。あのこう、ええ、あれ。はい、ということで京都の老舗旅館のヒイラギ屋さんにやってまいりました。着いたわよ、宮城で。ちゃんと着いた瞬間はよろしくお願いしますみたいな、ちゃんと一通りやったの。こんな感じのテンションなんですけど、すごい失礼よ。さあ、この後夜ご飯お願いします。マリコ後ろ姿結構ね、弱そうでモテそう。うん、今ちゃんと青白い。うん。ちゃんとマリコが青白い。後ろ姿結構イケてるね。後ろ姿相当イケてる。二の腕のズルすごい。三上さん怒られますよ、そんな大きい。声がでかい。声がでかい。おじいさんが私に一切ピンを当ててくれないんです。全部あんまりピンが当たってて一個も全部当ててないんです。グリちゃん、タオちゃん、はい、ということでひろみちゃんも合流できて、みんなでご飯に行きますよ。行ってきます。京都ってさ、歩道が広いのね。狭いだろ、ここ。だって今度赤いところまででしょ。あ、そう。え、これ自転車だって。これは赤いところまでって初めて聞いたよ。三上さん免許持ってますよね。京都のどこにいるの。京都のこれは今河原町。河原町。これから、あ、三上さん寒いから。すごい寒いんだって。すごい寒いな、三上。え、私も今店員さんついてまだから結構寒い。三上さんまで震えてる。河原町の雑誌は買ってんのかな。あのユニクロがあるからもうヒートテックじゃない。え、だったらプラダとか行きたい。なんでせっかくならよ。なんでプラダに行きたいの。いや、せっかくならよ。ユニクロテックってなんだよ。どうせ買うならクローゼットに1枚しか服を追加できないと思ったらいいやつ入れときたいじゃん。いや、ヒートテックなんて何枚あっても大丈夫。ごきげんよう。はい、あんま聞こえない。乾杯。乾杯。いただきます。あ、高い味。すっごく美味しい。美
美味しい。いやこの村の一団でご飯を食べていきたいと思います。行ってきます。どこに行くの？どこに行くの？のどぐろかさわやらか。のどぐろ。新味は？のどぐろいらない。あ、新味好き。マージってもんだっけ？新味ってよくない？マージよ。マージです。マージ好き。のどぐろはいらないよ、ヒロミちゃん。のどぐろはだってあっちのものだから。 BBA ってのどぐろ好きよ。ごめん、大好き。頼んどいて。さっきさ、旅館のおかみさんにね、お部屋を案内されてた時に、おかみさんが、あ、皆さんお若くてよかったらじゃない？おかみが、いや、50近い女一人います。いや違う、本当におかみさんがこんな若い子たちたちに来ていただいてって、だからおかみちょっとまたちゃんと見てと思って。コメントの内容がグーでも。だからね、マリコ実はこの中で唯一1970年代。いや、そうなんだよ、だから。どもの会の皆様もいらっしゃいますよね。いらっしゃる、いらっしゃる。うっかり藤子もね、ちょっと言ってるからね、何気に。81です。実はひらめかみるかみは平成生まれ。そう、実は平成生まれ。なんかひらめ、おすすめとか聞いて。聞いた。煮物でございます。煮物ございます。煮物がいい。いやでもさ、若竹に食べたい。2つです。花山椒好き。ヒロミお願い、メニューのちょうど分かる。私たちメニュー一文字も見えてないの。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。これ美味しい。あ、うんま。ちゃんと美味しいって言って、美味しいって言って。ということで、今日のお会計は誰が早くじゃんけんで決めたいと思います。村で負けた人だよね。当たり前でしょ。食べログ高評価の名店よ。そしてお値段もそれなりにもちろんです。いくよ、最初はグー。出してね。えー、小学生。最初はグー、じゃんけん、はい。おかみちゃんが勝ちました。まず深みが抜けました。いくよ、最初はグー、じゃんけん、はい。本当に入ってくる。みんな入ってくる。じゃんけん、はい。大変。ちょっと待って。マリコ、マリコ、マリコ、パーだしね。マリコ、マリコ、パー。いくよ、私もパー。最初はグー、じゃんけん、はい。サイトもただの悪者じゃない、まずだと。マリコ、何を待つの？何を待つ？早くしなさいよ。そうちょ、お茶行かせて。待って、怖い怖い。怖い、震えてる。もうお茶の水面ができてる。最初はグー、じゃんけん、ぽい。早くしろや。最初はグー、じゃんけん、ぽい。で、わかった、割り返すよ。いやいや、早くして。最初はグー、じゃんけん、ぽい。自分で洗え。自分で洗いなさい。カニコさん、ごちそうさまです。ごちそうさま。ごちそうさま。はい、ということで祇園で4人で食事をしてきました。酔っ払ってる人手挙げて。はい、はい、4人じゃない、私たちも5人いるで。祇園花道行こうよ。あ、そうね、祇園花小路。うん、花小路。ねえねえねえ、あのさ、ごめん、高いものが買いたいとかそういうことじゃなくて、本当にデパート行って寒い。いやでもさ、デパートはもう閉まってるよ、大ちゃん。9時よ。ここドバイじゃないんだから。でもユニクロ開いてないもん、だってこの時間。私もユニクロで本当に十分なの。そんなこと言って、今ユニクロ着てないじゃん、三上さん。メゾンスペシャル。この間のミッションもメゾンスペシャル。今ここすごい綺麗。すごい綺麗。すごい綺麗。早歩きしてる。ユラミちゃんの早歩きはもう競歩だからやめて。あ、すごい綺麗なところ来たよ。ここは何てところ？祇園の花小路。花小路。花小道かどっちか。何小路？グリちゃん、タオちゃん。チャッタラー。あ、すごい修学旅行。なんかすごいわ。大人になってこんな風になることなかなかないよね。でもいいね、ちゃんと一つ一つが離れてる、自立したお布団たち。はい、ということで今回の YouTube はですね、
村人たちと行く京都の熟女旅でした大人の修学旅行次の YouTube は大ちゃんの方で後半戦は撮るのでそちらの方ぜひチェックしてみてください。グッバイ、じゃあねー。